霞ヶ浦市は、茨城県の県南地域に位置する市。霞ヶ浦に面した市。いわゆる、平成の大合併における、新張郡霞ヶ浦町と千代田町の合併によって2005年に、誕生した。市名の由来は、霞ヶ浦であるが、旧二町の公平を期する観点から、漢字表記は、旧霞ヶ浦町への編入合併のイメージをさせる。 ことから旧千代田町への配慮と、平成の大合併によりひらがな表記の自治体が増えて、きたことの影響も受けて、漢字表記を避けて、ひらがな氏名となった。他の氏名候補には、霞市、新張市、千代田市があった。茨城県では4つのあるうちの3番目に命名された、ひらがな氏名で、表記6文字の氏名は、 茨城県筑波未来市及び、鹿児島県市菊式の市と並んで、日本最長である。霞ヶ浦市発足前、霞ヶ浦市発足後千代田庁舎は2011年3月11日の、東日本大震災によって被災したが改修により2013年8月19日に、業務を再開した。定数16人市内に、鉄道駅はないが、 東日本旅客鉄道常磐線が通過している。常磐線神立駅の敷地は土浦市との市境にまたがっており、同駅の近くに市役所中央出張所や市営駐車場、駐輪場がある。土浦市と石岡市、行方市を結ぶ路線バスが市内を経由し、地域最大の病院で土浦市大津谷地区にある土浦共同病院や、 東日本旅客鉄道の土浦駅まで行ける。しかし市内のコミュニティバスは土浦共同病院や東日本旅客鉄道の土浦駅といった利用価値の高い施設まで直接到達できない。霞ヶ浦市共同資料館木村家住宅稲吉宿本人郵便番号は以下の通りとなっている。一時資料または記事主題の関係者による情報源。 ありがとうございます。